4月から新組織へ異動となり、新しい上司の下で仕事をしています。リモートワークなので基本チャットでやり取りしているのですが、上司の日本語が意味不明すぎて返し方に悩んでいます。業務に関わる大事なことはこういう理解で合ってますかと確認するのでいいのですが、問題はその後に続くちょっとしたやり取りです。ボケやダジャレの意味がわからないというレベルではなく、文が日本語として成り立っておらず、それまでのやり取りを踏まえて10回読み返しても意味を推察することができません。いい感じのスタンプでお茶を濁そうと思ったのですが、未だかつてないほどの意味不明さで、どのスタンプが適切なのかもわからずスルーしてしまっています。嫌われず、めんどくさくない、いい感じの返し方や万能なスタンプはないでしょうか。そんなことあるんだ。その上司と仕事するのむずくね。難易度高え。ちょっと見てみたいね。どう読んでみたい。どんな感じなんか知りたい、例文知りたい、めちゃくちゃ知りたい。でも上司なわけだからさ、ちゃんとある程度仕事できてステップアップしていった人なわけでしょ。会社には認められてるというか ね、俺だったら結構そのみたいなスタンプで、はいはい、びっくりみたいな、あみたいな感じの、ちょっとこう汗汗みたいな感じで、それで終わりになるから、はいはい、俺昔よく使ってたのはなんかこういう絵文字。うわー、使ってたわー。あのサングラスかけてるやつでしょ。そうですかね、ヒゲハーとかなんか変なね、こういうねやつがいて、LINE のデフォルトで入ってるやつね。そうそう、デフォルトで入ってるやつ、うん、あれはなんかね、便利だったね。そのなんか断ることに使ってたもん。いや、そう、昔めっちゃ使ってたね、うん、同期だけじゃなくて、うん、後輩とか先輩とかも混ざってる、うん、ちょっと気使う感じのグループ LINE で、うん、気使ってるっぽい文章を書いて、うん、その後にこれみたいなの上等手段。確かに。やっぱその和ませ、なんかマイルドになるから、ね、そうだ ね、同期だけだったらね、もっとガンガン言っていいけど、いろんな人がいるとね。そうだね、かといってあんまり喜怒哀楽がはっきりしちゃうのも良くないから、そうか、そうか、なるほど。とりあえず楽しい気持ちな感じのやつみたいな。なるほどね、はいはいはい、いいね、逆に無難みたいな。じゃあもしにそれ一発で送るのはちょっとあれかな。なんだろうね、どうやったらいいんだろうね。自分も同じ感じで返すっていうのはどう。同じそのシステムの文章、どういう文章なのか分かんないけどね。いいかも、なんか共演するかもしれない、勝手に向こうが、うん、いいかもいいか。仕事で困っないのかね、そんなさ。いや、本当だよ、そっちが先に来そうだけど ね、そうだね。でもなんか解消したくなると思うわ、それは。確かに、どういう意味ですかとか送るわ、多分マジで。まあでもじゃあ、おすすめはみたいなやつか、うん、これか、同じロジックで話すの。同じロジック。そうしよう、すごいな、それでいこう、うん。